どうも、高井です。格差の拡大、支配者を増やし、いじめ増加。こんな並行を聞くと、階層で貧困なところに位置する人であるほど、上に行く富裕層の人たちに対して、あいつらが俺たちを支配していじめて楽しんでんのか、生活もいい思いしやがって、って思ってるんでしょうけど、蓋を開けてみるとそうではなくって、富裕層の人たちもプレッシャー、っていうのを浴びてストレスとか感じてるし、貧困層の人たちはそれ以上にストレスとかプレッシャー感じてるんですね。ってことは全ての階層の人たちが格差の拡大で苦しんでるんですよ。意外でしょ。そんな内容をルーズリーフで22枚ほどまとめてます。これから読み上げていきますので長くなりますが、このまま引き続きご視聴ください。格差は私たちを不安にさせる。物質的には豊かなのに精神的には不安。経済成長は私たちに空前の物質的な豊かさと安らぎを持たせてくれたが、逆に精神的な不安は減少に向かうどころか高まる傾向にある。これは一見矛盾しているように見える。暮らし向けよくなれば、私たちは過去の世代や生活水準が低い国の人々と比べ悩みは少なくなるはずだ。しかし世界保健機関の調査によると、先進国では開発途上国よりも心の病の発生率が大幅に高いことが分かった。今世紀初めに実施された調査では、精神障害の障害有病率はアメリカで 55%、ニュージーランドで 49%、ドイツ 33%、オランダ 43%。その一方で、ナイジェリア 20%、中国 18% となっている。他人との比較はますます気になる。給料に関する私たちの幸福感や満足度は、その給料で欲しいものが十分購入できるかどうかではなく、他人と比べて高いか低いかで左右されている。蛇や毒蜘蛛よりパーティーが苦手。1980年に社会不安に絡む精神障害を患っていた人は、アメリカ人の 4% だったが、今日では半数が苦しんでいる。精神障害で体の自由が利かなくなったり、追加保障所得を受給し、社会保障障害保険に加入している人は、1987年から2007年の間に 2.5 倍に増えた。子供は同期間に35倍に増えている。人前に出ることの恐怖、ヘアスタイル、爪の手入れ、メイキャップ、以上に万全の注意を払っているにかかわらず、あれこれ不安に襲われる。気持ちを落ち着かせるために少量の飲酒も準備の一つに組み込まれている。なぜ来客の前に掃除をするのか。多くの人はゲストが到着する前に部屋をきちんと片付けておくが、しかもそれを悟らせずにやっておこうとする。人々はこうした一時しのぎの行動を、ゲストが家の中で快適に過ごせるように前もってきちんと片付けておくことは当たり前だと取り付こうとする。友情の価値は年間約1200万円。社交不安は友達との付き合いを減らし、地域との絆を弱め、社会的な孤立を深めていく。その結果、健康への直接的な被害だけではなく、その他の病気を誘発させる原因になり、寿命を縮めてしまう。その証拠を最も手際よくまとめているのが、150期に及ぶ査読付き研究データを統合した2010年の調査レポートである。レポートの結論は、多くの友人、友達を持ち、良好な人間関係を継続し、社会へ参加することは有益であるばかりが、禁煙と同じぐらいに、健康や長寿にとって不可欠な条件である。研究によれば、病気を長期間患えば友達が少なくなり、友達が少なくなれば健康状態はさらに悪化する。人類は根っからの社会的動物。欧州25カ国の約5万人のデータを使った2014年の研究でも、社会的触れ合いや他人を信頼することができるという感情が、幸福感の重要な構成要素であることが示されている。社会的地位が私たちの優劣を示す基準に。不平等な社会では個人的な熟練や能力とは無関係に、社会的地位が人間の優劣を示す指標として重視される。社会的評価の脅威や社会的地位への不安がさらに増大する。人々は他人との比較に神経を尖らせ、時に自尊心が大きく傷つく。地域共同体がなくなり、人の目が気になる。私たちが人の目を気にするようになった背景には、地域社会を失われてしまった現実がある。地域社会では、人々がお互いを知り尽くしており、他人の視線をわざわざ気にする必要などなかった。
現代社会のように物理的な移動が活発になると、私たちのアイデンティティは否応なく変化を迫られる。ごく一部の親友や家族を除き、絶えず見直しを迫られる。私たちの自己認識は、地域社会の安価をしない、一時的な気まぐれで激しく揺れる。その結果、私たちは人々と出会うために、好印象を得たいという脅迫に駆られるようになった。社会的地位は信用できる基準なのか。現代の市場民主主義は基本的に実力主義であり、社会的地位は個人の実力の反映だとする考え方がある。学校では他人との優劣を明確化するために個人の能力を点数化する試験を多数受けさせる。高校卒業後に大学に進学できるかどうか、卒業した大学有名校か、習得した学位は博士号か学士号か、これら全ての時と場所に応じて個人的な価値判断の指標とみなされる。地位格差の根底にある所得格差、不平等の拡大によってお金は社会的な地位を手に入れるためだけではなく、私たちの価値をアピールする手段としてますます重要になっている。再び刑事的消費の時代へ。私たちは社会的階層の呪縛から逃れることができない。貧富の格差や高級ブランドによって人々は所得格差や地域格差の現実を突きつけられる。人の目につきやすい財産のほど、その人の内面的な価値を表しているように見られがちだ。不平等の拡大が社会的地位の存在を際立たせるにつれて、私たちは社会的地位をお互いを判断するようになる。社会的地位が賃金高で決まる社会において、無価値な人間であることを知らせるような攻撃的な方法は、ドイツ企業で働く特定人物の 0.25% の給料しか支払わないことだ。格差はこうして私たちの心を蝕む。格差は私たちの自信を打ち砕く。社会的評価の脅威で、ストレスホルモンを高める。ストレスホルモンを急激に高めるのは、社会的評価の脅威を含む行動であり、他人が自分の行動に対してマイナス評価を下す可能性があるからだということだ。社会的評価の脅威が含まれる行動では、そうでない場合に比べ、コルチゾールの増加は3倍に高まっていた。セロトニン、ドーパミン、コルチゾールのホルモンは、感情的な報酬システムやストレス反応と密接に関連しているが、同時に権力や持続を喚起する社会的な挫折、あらゆる対立場面での敗北とも関係が深い。支配と従属は心の病とどう関係するが、自発的な従属や服従によりうつ病に、服従は敗北の前兆だ。従属へのストレスが身体的障害への恐怖を反映していることは、ヒブリ脳原と呼ばれる血中の凝固因子の研究でも明らかになっている。ヒブリ脳原はストレスに反応して増加するため、障害が発生した場合に血液の凝固を早め、被害の拡大を抑えてくれる。イギリス政府で働く中年の男女3300人を対象とした研究では、男女とも役職の階段が下がるごとにヒブリン脳原の量が増えていることが判明した。うつ病と服従隷属との関連性を解く理論によると、服従や敗北の状況から逃れないとうつ病に陥る。テストステロンを低下する薬を人に投与する実験を行った。偽薬を投与されたグループでは全く発症しなかったに対して、本物の薬では 10% のうつ病的な症状が現れた。テストステロンの低下とうつ病やそれに似た症状との間に関連があることを判明した。うつ病でない人に抗うつ剤を投与した場合、一緒に生活していた人によれば従順な性格が後退し、初対面の人にも妥協することはなくなったという。支配動機は強い人と不安症。ある研究によれば、不安症は社会的な権力への脅威を経験した支配動機の強い人に共通して見られるという。全体としては従属を避けたい気持ちは他人を従いようとする人よりも不安症の人が強いようだ。競争での敗北や仲間外れからの罪を、学校、職場、自宅などでいじめられ、貶められ、恥ずかしみを受けることがある。仕事が嫌いになってもお金は稼がなくてはならない。その結果、毎日ストレスを感じ逃げ場を失ってしまうことが多い。うつ病の根底にあるのは、この服従と隷属、強制される八方塞がりの人生だ。子供に広がる自傷行為、孫子の驚き低下。イングランドで児童対象に実施した健康行動に関する調査によれば、15歳の子供の 22% がこれまでに1回以上自傷行為を経験し、彼らが 43% が月に1回の頻度だったと答えている。オーストラリアの研究では電話インタビューをベースにしているが、その研究データによると12人に1人がある時期に自らを傷つけた経験がある。
電話インタビューの回答率が 38% と低かったことからすると、この数字は現実と過小評価している可能性がある。両親が18歳未満の子供に対する聞き取りを許可しないケースがあったからだ。アメリカやカナダでは、学齢期の子供13から24%が自傷行為の経験があると常時報じられている。7歳児を含む年齢の低い子供たちが自らを切りつけたり、ひっかき傷をつけたり、やけどをしたりしている。あるいは髪の毛を引き抜き、打撲傷をつけ、わざと骨折したりしているのだ。序列が高くなるとストレスがやっていく。ハーバード大学での調査で分かったこと。研究、経営者は地位が高くなるほど、コルチゾールの数値が低下し、不安感も和らぐ。社会的な序列や権力、権限が増すにつれて、ストレスは反対に小さくなっていく。自殺を考え、転びたい人についても同じことが言えた。うつ症状悪化の時期、長期的な先行指標になるのは、所得の絶対的な水準よりも社会的な序列だった。大人の子供の序列が問題だ。家族の相対所得が上昇するに従って、子供の自尊心や生活満足度は上昇した。さらに、自分の家族は友達の家族より貧しいと感じている子供は、実際の所得が同じだったとしても、幸せを感じる度合いが低下する傾向があった。不平等な国の人ほど、外部要因思考が強まる。外部要因思考の強い人は不安な状態に陥りやすく、うつ病にかかる可能性が高い。不平等な国の人々ほど、自分の人生は自分で決めることができないと感じていた。所得階層一つ下がるごとに外部要因思考は強まり、最富裕層は自分の人生は自分で決めるという感覚が最も強く、最貧困層では最も弱いことが分かった。不平等の拡大で思いやれなくなる。他人に負けないようにもがき続ければ、自らを傷つけるのではなく、他人への思いやりも後退してしまう。不平等の拡大で社会的な団結も低下する。特定の個人が何らかの理由で泣き者され、いじめられていると感じている場合、それは多くの人々の精神や体でなく、政治的プロセスも悪影響を及ぼしている。格差で私たちは広大妄想郷になる。格差で自己誇示バイアスが左右される。錯覚に基づく優越感。他人よりも自分が勝っている質を強調あるいは誇張する傾向。例えば全ての人が自分の車の運転技術は平均を得たと信じていると聞かされると、私たちは思わず苦笑いしてしまう。こうした現象を指している。自己誇示バイアスは世界中で観察できるが、特性や能力を誇示する度合いは文化によって異なる。アメリカ人の 90% 以上が自分の車の運転技量は平均以上だと答えるが、スウェーデン人の場合は 70% に満たない。裏付けのある自尊心と裏付けのない自尊心。実際の実行力や能力といった評価に基づく裏付けのある自尊心と防衛的、防御的な自己誇示。大丈夫でなくても大丈夫と言ってしまう裏付けのない自尊心。格差は防衛的な自尊心を高める。社会的地位の低さや無礼、差別、偏見を経験すれば、どのようなグループであっても自らの自尊心をできる限り維持し、あらゆる手を尽くして自己不信の罠に陥らないようにする。不平等の拡大によって、社会的地位を競う競争が激しくなり、自分たちが他人がどのように見られているかという不安も高まる。その結果、人々には自尊心を守る必要性が高まっていく。同行した自尊心としての自己愛。同行した自尊心は、病的で不健全である。それは自己愛に他ならない。自己愛の特徴としては、人の注意を引こうとする行動、自らの批判への激しい反発、うぬぼれ、才能や業績の誇示などを挙げられる。アメリカで急増した過剰な自己愛。大義のための戦いから自分が一番の戦いへ。1982年から2006年の間に、アメリカ人の非調査母体に対して、自己愛人格尺度を適用した研究が80億件もあったが、2006年には1982年比で 30% 増えていた。うつ病か自己愛か、統合失調症や躁うつ病に苦しむ人々がしばしば広大妄想にとらわれる。症状の人々の約半数は、自分は実際に有名人であり、政治や宗教の指導者、著名な多国籍企業の CEO であると信じている。妄想を抱くのは、自尊心の低下、うつ病への自己防衛かもしれない。ゼロサムゲームとしての美容整形。社会的地位への不安や出世欲は自己愛を増大させていくにつれて、私たちは自分の気質や個性、成功などを他人の目を通してしか見られなくなる。自分の体を他人と比較し、他人が自分をどのように見ているか気になり、外見の見栄えと、見栄と個人的な価値を混同するようになる。マッチョでなければならない。雑誌、広告、映画、ファッションショーなどに毎日登場する女性の写真や映像によって、
女性は理想に向けて自ら高め、周囲から評価されるようにならなきゃならないと脅迫感を植え付けられる。支援に達した少女はこうした圧力の効果的面に現れる。イギリスで情緒不安を抱える両親の報告による少女の割合は11歳では 12% だが、14歳になると 18% に上昇する。自ら症状を報告した14歳の少女の中で、うつ病に苦しんでいると答えている割合は 24% に達していた。男性も同様の脅威にさらされている。映画、テレビ番組、音楽、ビデオ、男性雑誌などでは、肩幅があって、筋性が取れて、筋骨たくましい姿が男性の理想像とされている。美容整形に見せる心の病。アメリカの研究では、美容整形手術の患者は、他の手術の患者に比べて、精神病の経験がある可能性が5倍も高かった。実際のところ、美容整形手術の患者の 18% が、美容整形手術の相談中に、精神病治療薬を使用していた。金持ちの特権意識と非道徳の調査。精神病質的な人が、社会の上、上層部や底辺で、精神的あるいは犯罪的な被害を引き起こしているが、割合としてはごく一部に過ぎない。自分が他人より価値があるのは優越的才能によるものだと単純に信じている人々がいる。彼らこそが社会に壮大な損害をもたらしている。才能の低い人ほど純社会的で道徳的。対象実験においては自分の所有物でもないのに自分のものにして利益を得ようとするという文章を読んだ後で自分も同じことをするだろうと答える確率は下層階級に比べ上流階級の人々の方が高かった。就職志願者との面接において都合の悪いことを隠すかどうかという質問に対しても上流階級の人々ほど他人に嘘をつく割合が高かった。格差が金持ちの身勝手な行動を促す。アメリカの金持ちは不平等が高い州ほど寛大さが失われていく傾向がある。不平等の高い州に住んでいると告げられたお金持ちは所得の低い人に比べケチになり、平等が進んだ州に住んでいると告げられたお金持ちはそれほどケチではないことが分かった。共感を失えば人は物になる。自己愛や精神病気質、特権意識に与える影響という点では、共感も不平等と同じぐらいに重要である。失いつつある共感、軽蔑は軽蔑する方、軽蔑される方の両方に害をもたらす。軽蔑は両者の間に断裂を見、経験の共有化を阻害するからだ。他人への嫉妬は軽蔑の裏返しだ。それは嫉妬する方、嫉妬される方の両者に精神的ストレスを引き起こす。平等な国の人助けに熱心。平等な国の人ほど他人のために役に立ちたいという傾向が強く見られる。人々は一般的に病的、障害者、高齢者に対して積極的に手助けしようとするが、移民の支援には消極的だった。国別の比較では違いが際立っていた。スウェーデンでは 85% の人々が高齢者の支援に前向きであるに対して、イギリスでは 54%、 エストニアでは33% もあっていた。移民支援についてはスウェーデンで 68% だったが、イギリスでは 14%、 リトアニアでは 4% と低水準だった。格差は私たちを中毒に追いやる。中毒は社会的な問題である。自負心の強くない人はストレスの高まりによってアルコール、薬物、気晴らしの飲食、買い物によるストレス解消など気持ちを楽にしてくれるものへの欲求が高まる。市場経済が生み出した精神的苦痛と中毒、個人の競争が強調されすぎた結果、社会的な団結が大きく損なわれ、不平等の拡大は社会的地位への不安を増大させる。人々は社会心理的な統合に苦しみ、様々な中毒性の薬物や行為に助けを求めようとする。こうした行動は中毒の誘因となる精神的な苦痛を悪化させるだけだ。自分から逃避して対面を作る不幸、他人から軽んじられ、自分が役立たず無能力で世間から見せられたと感じ始めると、多くの人は薬物やアルコール、テレビゲームやテレビなど空想世界、気晴らしの飲食、ストレスの解消のため買い物、大穴狙いのギャンブルなどにはまり込む。それらの中毒症状が抜け出せなくなってしまう。私たち四六時中そうした誘因にさらされているが、不安から完全に解放されることはない。お金の使い方でその人がわかる。社会階層の指標としてのお金の使い方、毎日何を食べているか、何を着ているか、何を読み聞いているか、休みにはどこに出かけるか、自宅の庭には何を植えているかなどによって他人からこういう人間などレッテルを貼られているということだ。他人は自分の持ち物しか見ていない。1930年代に遡ると、アグは足を快適に保ちたいと思う人々の
間で根強い人気があった。ところが2000年代の初めになると、映画スターのキャメロン・ディアスやモデルのケイト・モスのような一流有名人が着用するように突然大ブームとなった。その後、アグは安物の模造品が続々と登場したこともあって、世界のどこでも見られるようになった。一般市民にも普及し始めると、著名人から敬遠され、流行品としての魅力は急速に失われていった。三流のリアリティテレビ番組に登場する素人出演者が着用するだけのものとなった。ブランド品が一部の有名人に限定され、庶民の憧れの的であった地位が転落する現象は、プロールドリフトと呼ばれている。不相応な出費を促す極限の資本主義。社会的な評価を高めるためにお金で購入できるものは物質的な品物だけではない。何のためにリゾート地に行くのか。旅行業界やメディア、特にリアリティ番組は人生を炎上する唯一の方法はお金を使うことだという考えを作り出して繰り返し発信している。イビザ島で休暇を過ごせることは生活にゆとりがあり、人生を大いに炎上できることを示している。しかし残念なことに、旅行シーズンが到来するたびに、イビザ島で数多く発生しているのは、傷害、嫌がらせ、レイプ、殺人事件である。若者グループは休暇が終わる前にお金が尽きてしまい、イギリスに帰ることには再び借金が積み上がっている。借金付けの曲にもかかわらず、彼らは翌年も再びたくさんのお金を持ってイビザ島を訪れたいと思う。世界階級にまつわる神話を壊そう。人は根っから利己的にできているという誤解。ありのままの姿を晒すことと同じ。裸の王様。王様を含む全ての人々が愚かも見られることを恐れるあまり、バカなことをしてかして物笑いになる筋が来た。小さな子供は真相をうっかり口にした後でさえ、王様衣装をまとっているふりをして行進を続けた。バカに見られることの恥を避けようとして、さらなるバカを演じてしまったのである。私たちは社会の頂点に立つ王様が恥をかいた姿を見て面白がっているが、この童話は公衆の前で堂々と裸になれるという多くの人が抱く夢を正直に書いている。私たちは他人から褒められることを望み、変人、不適格者、バカ者、無能者と蔑まれることを恐れる。社会生活を生き抜くために脳は進化した。人間の頭脳はまさしく現実的な意味において社会的な機関である。頭脳の成長との発達は社会生活の必要性から促進されてきた。これは間違っていないことは、他人との関係が良好に保たれれば、長寿や福利、多産に恵まれることを見ても明らかだ。贈り物は友好関係の象徴として重要である。人類は病人や体の不自由な人を世話することができる。重要な扶養、安全、救済、愛情、学習などの面でお互いに助け合うことができる。そうした支援がなければ、人は長生きすることができない。物質的な関係と社会関係は常に連動している。私たちは人間関係が友好的かに極めて敏感である。人々が物資を共有し、お互いを信頼し合うかっているか、それとも生活の必需品をめぐりお互いに敵対関係にあるか、こうした違いは私たちの祖先や繁栄や生存ばかりでなく、進化のプロセス、他者との人間関係のあり方や、重要性までも決定づけることになった。人類が生きてきた3つの社会構造。人類出現以前の順位性。人類の先代時代の平等主義的な狩猟採集社会。そして近代の階層的な農工業社会である。人類出現以前の順位性の暮らし。霊長類学者によれば、上位者の不況を買った会社は噛みつかれた傷跡が数多く残っている。会社の大半は警戒を怠ることができず、周囲を気遣い不安に怯えている。人類出現以前の祖先は順位性の中で長く生活してきたが、そうした不安が私たちの心理に受け継がれている可能性がある。尊大で利己的な権力者は皆が嫌った。社会の人々は皆が平等であると意識しているために、彼らの意思決定は全員一致が原則である。他人に親切で思いやる人がセクシャルパートナーとして選ばれ、共同行動においても高く評価される。その一方で反社会的な人が敬遠されることになれば、遺伝的に公共精神が旺盛で私利私欲がなく、相互扶助に長けた人間の選抜が次第に進んでいく。順位性から平等社会に移行した二つの理由。一つ目は、大型動物の獲物を仕留める方法や武器を手にした社会では、
支配者、非支配者に関わりなく、どの人間も他人の命を奪えるようになった。肉体的な享受が多くの動物社会では、世界では支配や序列のもとになっているが、そうした個人差の持つ意味が狩猟技術の発達によって大きく低下した。二つの大きな影響は、大型動物とは、を仕留めた場合、腐敗が始まるまでは、一人の人間や一人の家族が、一つ食べきれないほどの肉が取れてしまうことだ。獲物を仕留めた領主が自分の所有物のように分配するとエコひいきは生じず、多くの社会ではその役目を別の人間に割り振っていた。人々は不正が生じないように注意を怠らなかった。過去の社会構造を残した心理的な遺産、命令の者だけではなく全員とうまくやる。目下は自分のランクが低いことを受け入れ、命令を欲しがる者は何でも差し出すなど従属的な反応を示し、命令の地位を脅かすような振る舞いは絶対に避けなければならない。こうしたルールに違反した場合、致命的な負傷か死の制裁が待ち構えている。群れの他のメンバーに対する処遇が不公正になれば、抗議や反目が生じる。そうした事態を避けようとする気持ちが協調や公正を意識させることになる。利己的と言われるが、実は分かち合い好む。経済合理性に従えば、いかに分け目が少なくても、パートナーは全ての提案を受けることが合理的な行動となる。最も一般的な提案は50対50である。そこのある人間を懲らしめるために犠牲も受け入れる。本当に信頼できると信じてもらうためには、自分の利益と直接絡まない状況でも、私たち自身が常に公平に振る舞う必要がある。自宅から遠く離れたレストランでも、人々はわざわざちっぽくなそのためである。貧困の本質は、物質的貧しさにあらず。EU では国ごとに、所得の中央値の 60% 未満で生活していることが、貧困層と定義されている。重要なことは、他人と比較した場合の物質的な水準、つまり相対的な貧困である。貧困の経験で最も普通的なことは、人より劣っていることは一目でわかることである。人より劣っていることが一目でわかるのは問題。物質的な生活水準は国によって大きく異なっている。インドの貧困層は1から2部屋しかない粗末な小屋部屋で生活し、床は土間、屋根は波打った途端というのが一般的だった。台所は屋根になく、水道は共同トイレと呼べるものは備わっていなかった。これとは対照的に、イギリスやノルウェーの住宅は、ベッドルームは3部屋ある。一棟建てかアパートが一般的だった。冷温の水道、電気、暖房、台所、バスルームなどを完備していた。イギリスとノルウェーの失業者は、生計は生活保護に頼っていた。生き残るための序列への過剰なこだわり、私たちの心理には社会的不安に対する自虐さが刻み込まれている。それには2つの主な遠源があることが分かった。1つ目は人類出現以前の順位性、2つ目は戦死時代の平等主義である。一目見て相手のことを見極める能力。出会いから1分も経たないうちに、あるいはお互いに会話を交わす前の動作の表情などから、お互いがどのくらいの支配行動の持ち主であるか、無意識のうちに分かってしまうことが明らかになっている。初対面の時点から相手の支配行動を知る上で重要な手がかりになるのは、どのくらい自信がありそうに見えるか、どのくらい積極的か、目を合わせた時に視線をそらすかなどである。私たちは序列の近い人と自分を比較する。身分の優劣をめぐる戦いは、序列が極めて近い者同士で行われる傾向がある。序列をひっくり返せる可能性が出てきた場合、自分の周囲にあるレベルに出し抜かれないように絶えず警戒しなければならない。生まれつきの能力差が格差を生むという誤解。不平等があるからこそ人は負けまいと努力する。不平等が経済成長を刺激することはない。むしろ不景気や景気の不安定化をもたらしている。所得格差が最も大きな地域では社会の流動性が低下する。イノベーションを刺激することもない。人口1人当たりの特許数は不平等な国より平等な国の方が少し上回っていることが分かっている。能力差が階層を決めるという誤った思い込み。能力に応じて人々が最終的にどこまで到達できるかが決まる。こうした考えが深く浸透しているために、私たちは社会的地位によってその人の個人的な価値や能力、知性を判断しがちである。私たちの知性の違いは遺伝子で決まっている。一部の人間だけが知性を特別に発達させ、あらゆる問題を解決できるようになる一方で、それ以外の人間能力は低水準のまま止まっているという考えだ。それならなぜ20世紀に IQ が上昇したのか。K
ケニア、ドミニカ、ブラジル、トルコ、サウジアラビアなどの発展途上国や新興国では、現在 IQ テスト成績の爆発的な伸びを見られ、10年あたりの IQ 上昇率は3ポイントまで迫っている。2000年の IQ を基準とすると、1930年代の平均 IQ は約80だった。IQ80 とはそれを下回っていると、単なる頭が悪いから、知能不足の寸前とみなされる加減である。IQ が上昇した究極の原因は産業革命である。高教育の普及、知識を必要とする仕事の増加、知見を秘めるのに役立つレジャー、子供対政治の比率の改善、親子関係の緊密化など、家庭環境で子供の能力が決まる。貧困によって家庭に活気がなくなり、ストレスが増えると子供の理解力が低下する。理解力の低さは生まれつきで一生変わらないのではなく、人為的に作られたものである。3歳の子供の理解能力を決めるのは家庭の所得。子供を高所得家庭、中所得家庭、低所得家庭に分けて比較すると、低所得家族の子供は、認知や情報処理、行動規制を司る開発室の容量が小さいことが判明した。生後5ヶ月の時点で明確な差は見られないものの、5歳に達する頃になると、貧困家庭の子供の開発室の容量は、裕福な家庭の子供に比べ 10% も少なかった。貧困が発育に悪影響をもたらすのは、貧困によってストレスが高まり、精神的な刺激が不足化するからだ。7ヶ月時、15ヶ月時、2歳児の幼児の唾液に含まれるストレスホルモンのコルチゾールを測定した研究を挙げると、貧困家庭の子供の理解能力の不足は、コルチゾールの水準と密接に関連している。恵まれた家庭とそうでない家庭の子供の成績比較。アメリカでは知的専門職の家庭の子供は、幼少の頃、労働階級の家庭や生活保護の家庭の子供よりも、はるかに多彩な語彙を聞いて育っている。ある国では、貧困家庭の子供の 70% が教育によってハンディキャップを跳ね返しているが、イギリスでは、社会経済的な家庭環境のハンディキャップを超えることができる子供は4分の1にも達していない。パフォーマンスを低下させる固定概念の呪縛。世間は貧困や社会的レッテルバリを通じて子供に影響を及ぼすが、子供のパズルを解く才能は社会的地位の格差によって影響を受ける。スカイ銀行の実験によれば、インドでカーストの全ての階層から11歳から12歳の少年グループを作り、迷路のパズルを解かせたところ、お互いの身分が分かるまで参加者は同じペースでパズルを解いていた。ところが参加者の身分が知れ渡るや否や、身分の低い子供の成績が急降下し、グループ内の回答率で大きな差が見られるようになった。数百の研究が示す固定概念の悪影響。試験の分野でたまたまステレオタイプ的に回答能力が劣ると思われるグループがあり、自分がそれに属していると遠回しながら知らされた場合、あるいは一般的に不得意だと思っていた分野で、試験問題の内容を自分の能力をはるかに超えているように思えた場合、人々の成績は悪くなる。選択して天才教育を施すことの根本的誤解。生まれつきのものか、それとも階級や所得の格差が生活環境に影響した結果なのか、技術は圧倒的に後者であることを示している。所得格差の拡大によって、社会的評価の悪影響が全ての面に浸透している国では、子供の発育や教育の環境も悪化している。格差は社会全体の学力を低下させる。所得格差は教育格差を悪化させるだけでなく、社会全体の教育の平均水準を低下させる。平等な国ほど15歳の読み書き能力が高くなる。所得格差が大きくなれば、社会階層を下るごとにマイナスの影響が大きくなる。所得の不平等と教育の格差との相関関係は経済の各階層に及び、大半の子供の労力低下を招いている。学力の低下が最も著しいのは、不平等の弊害が集中する社会階層の底辺だ。不平等の国ほど15歳の読み書き能力が高くなり、すべての社会経済階層の学の労力が国際水準を上回っていた。平等な国ではいじめが多く、高校中退率が高い。友達が親切ないと答えた子供の割合が、不平等な先進国を高くなる。
不平等といじめの関係は不平等と自殺の関係によく似ている。社会的地位の格差や個人間の暴力が広がる環境に子供たちも使ってしまっているからだ。不平等と低学歴の関連性を示すもう一つの要因は、恵まれない家庭の子供の高校中退率の高さだ。不平等の悪影響はどのように家庭に浸透するのか。子供の学習は生まれた瞬間から始まり、誕生後の数年間は脳の発達にとって特に重要だ。初期学習に欠かせないのは、刺激に満ちた社会環境である。子供はあれもダメ、これもダメと厳しく行動を制限されることではなく、安全の枠内で大いに刺激を受けることが必要だ。恵まれ子供のリスク要因。あるアメリカの研究では、両親の教育水準や生活保護の水準、子供の貧困率、州ごとの虐待率の違いなどを調整した後のデータを見ても、所得格差の大きな群ほど子供の虐待が増えている。ある家庭では貧困に直面して子供に直後罰的になりすぎ、逆に全く構わなくなり、ひどい場合には育児放棄や虐待にまで発展している。上流の文化はすべて一流であるという誤解。問題は所得や資産が社会的な格差を誇示するために使われ、優越感や劣等感を助長していることだ。ベルサイ宮殿のひどいエチケット。1530年、デジデリウス・エラスムスは次のように書いて人々を諭した。唾を吐くときは人に迷惑かからないよう顔の向きを変えなさい。海のようなものを地面に吐いたら、人が気持ち悪く感じないように足で踏み消してしまいなさい。それができない場合は小さな布切れ、痰を始末しなさい。唾を飲み込むのは正しい作法とは言えません。18世紀のイギリス人貴族で文人だったフォレス・ウォルポールは、ベルサイ宮殿内部を次のように描写していた。巨大な汚水溜め、悪臭を放つ汚物、放置された排泄物、排泄物が衣服やかつら、果ては下火からこびりついて離れない。中でも最悪なのは物乞い、召使い、貴族の来訪客までは、階段や廊下、人目のない場所を見つけたら醤油を済ませていたことだ。通路や中には、建物の良く、廊下は小便や大便が散乱していた。大邸宅ではそれらの悪臭で吐き気を催すようになった。互いを観察することから分別が生まれた。自制することや、相手の弱点を指摘して不快な気持ちにさせないことが貴族的な心がけとして組み込まれていった。人々は以前は全く気に留めなかった他人との違いを意識するようになった。人々から危害を加えられるという恐怖がなくなったが、それと入れ替わるように他人の視線や長寿が媒介する内面の恐怖が増加していった。中産階級と一線隠すための普段の努力。16世紀には礼儀正しさや丁寧という考えがマナーを説く論者によって頻繁に用いられた。上流階級固有の文化を発展させていくにつれて、下品なものを不快に感じるようになり、あるいは感じるべきだと思うようになった。恥ずかしさの基準が上がるにつれて、かつては洗練されていった習慣も下品になり、新たな上品さが求められるようになった。宮廷貴族は身分にふさわしい身のこなしやスピーチ、態度、仕草、社会的な娯楽、作法などを保持し磨きかけることで、自らを下層階級者と区別するしようとした。衛生上の本当の進化をもたらした後しか、19世紀後半の衛生環境の整備や急速な都市化に伴う身をすくむ汚染や健康被害への対応がきっかけだった。配管整備の遅れは農村部と都市部で全く意味合いが異なっていた。下水道や上水道の整備は民間が競い合って提供する事業ではない。政府が費用を負担して提供する社会的なインフラである。社会インフラの整備は資金負担を多く迫られる富裕層が反対する傾向が強い。サービスの提供上エリアが十分な広さに達し、大都市圏で民主的な政府が誕生するまでなかなか整備が進まなかった。資産や階級によらずに人を見るのは難しい。階級を超えた個人的な接触ではぎこちなく感じ、まごつくことが多い。そうならないために私たちが所有する住宅や資産に大きな違いがあったとしても、同じ尊敬と低調さを持って付き合えるようになることだ。付き合っている人を見ればその人のことがわかる。私たちは他人を信頼してはいない。人間の評価で同様の偏見が自由になれるとは思っていない。私たちは外見が重要だと思っている。それは根拠のないことではない。根拠の研究によれば、意識無意識に問わず、社会階級や民族性が人々に対する判断についバイアスをもたらしている。階級が低い人は能力が劣り、信用できないと見られがちだ。友人はできるだけ自分と同じ境遇の人から
こうした傾向はほとんど変化することはない。人々に自分自身や友人の職業について質問し、そこで切り出した職業は全て同じ階級で、だと見るのである。階級を超えた人付き合いをうまくやるコツ。社会階級の異なる人が会話する場合、アクセントや文法、言葉遣いでなるべく違いが出ないように工夫し、話の内容も階級の違いが明確にならない、無難なテーマを選ばなくてはならない。階級を超えた人が付き合いがうまくいくには次の点を心がける必要がある。お互いの階級を隔てている社会制度は自分たちではどうすることもできず、雇用主と雇用者、お金持ちと貧乏人、高学歴と低学歴がお互いに手を携えていくことが自然であり、それしか方法がないというふうに振る舞うことだ。私たちは劣等なグループの苦難には無関心でいられる。フランス貴族であるアレクシ・ド・トクデールは1831年にアメリカを旅行した時の体験を本に残している。彼によると、家屋敷や資産に大きな開きは人間は共感できない。彼は2つの事例を挙げている。1つ目の例は、フランス貴族が困難に直面した時はお互いに深く同情するが、小作の方が大きな苦難にあった場合、全く無関心に見えたことだ。2つ目の例は、アメリカの白人は助け合うことに熱心で強い連帯意識を持っているが、その一方で奴隷の苦しみには全く無関心だったことだ。私たちは敵対するグループをすぐに劣等だと見直すように、そうした劣等なグループの苦難には何の躊躇もなく無関心でいられる。新しい社会の創出に取り組もう。なぜ格差と環境問題の解消を同時に考えるのか。世の中の改善は幸運にも人々全体の福利に貢献するばかりか、人間の環境負担を減少させ、持続可能な社会の実現を容易にする。経済成長を続けることの合理的意味あるか。先進国では過去数世紀にわたる経済発展によって人々の生活の質は大きく改善してきたが、現在の豊かさに到達したとき、経済成長はすでに役割の多くを終えてしまっていた。これを示す根拠は多数存在し、今でも増え続けている。先進国では経済成長の大きさは減少している。経済発展が進むと平均寿命の伸びは頭打ちになる。10年代ごとに2から3年のピッチで平均寿命は伸びている。重要なことは、長寿化が経済成長とは関係なく実現していることだ。生活必需品さえなかなか手に入らない発展途上国の人々にとって、経済が成長して基金物質的な生活水準が上昇することは、福利改善にとって重要な原動力だ。しかし、先進国の人々にとっては、物質的な充足はそれほどの意味を持たなくなっている。基本的な欲求が満たされた後は、所得の追加的増加の効用は次第に低減していく。時代の流れは平等主義に向かっている。5つのポイント。1つ目は私たちの福利と経済成長が連動しなくなったことである。2つ目は環境危機である。経済活動におけるエネルギーの利用法や私たちの生活様式を変えることができなければ大惨事に見舞われ、いつも通りは選択リストには存在しないのである。3つ目はグローバル化の進展だ。自分が消費するものは自分で生産する小作農民の自給自足システムから国際的な相互依存システムに移行である。その相互依存システムとは、電子通信で支えられた生産や消費の世界的ネットワークであり、私たちはそこから恩恵を得る一方で、その拡大にも貢献している。四つ目は市場空前の移民との融合であり、それがさらに加速していることだ。人類の発祥はアフリカで、人類はそこから世界中に拡散していくについて、文化的、生物学的に多様化していった。そして私たちは再び修練へと向かっている。五つ目は技術変化のピッチが今後も加速していくことだ。エレクトロニクス、人工知能、遺伝子工学、ナノテクノロジーなどもたらす技術革新は果たしなく続くように見える。それらの成果は生活様式に大きな変革をもたらす。技術革新を新しく活用できれば私たちの適応力が高まり、今後の社会発展や持続可能な社会へ移行する上で選択肢が増えていくはずだ。このように技術的な問題もあるんですけど、問題なのは格差を拡大し続けることによって、上の人たちが下の人たちを見下すばかりかどうでもいいって思うようになっちゃうことですね。結果、ちょっとでも立場の上の人たちが、日本でも正社員の人たちが非正規の人を見下しちゃったりしてるでしょ。これはやはり格差の影響が強いのではないかと私は思うんですね。なのでこの本を読んで問題意識を共有した上で新しい社会を作るっていうのは重要じゃないかなと思うので、ぜひともこの本を一読してみてはいかがでしょうか。
チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。